この黒箱がセイレーンを従えるのか。はい、ですがそれはあくまで副産物に過ぎません。オロチ計画だが、そのために我らから仕掛けることになろうとは。分かった、下がってよいぞ。赤城は戻らなかったか。極めて厳しい状況です。加賀はオロチ計画の遂行を強く主張しておるが、怪しんでおるのか加賀を。仲間を疑いたくはないが、計画を一時休止するだけだ。赤城がいない以上無理はできぬ。誰の入れ知恵だ。あくまで世の判断だ。加賀、お主もしばし休め。赤城を失った悲しみ、察するにあまりある。ゆっくりと心を癒すがいい。打ち方始め。世は長門、縦横の長門である。これよりレッドアクシズとアズールレーンはセイレーンを打倒するため連合艦隊を結成する。何の咎めもなしというわけにはいかぬな。だがそもそもこれは獣王の過ち。赤城一人に押し付けるのは道理が通らぬ。